皆さんこんにちは、ミームスジャパンのリーです。本日はこちら77サーカデニムコレクションをご紹介いたします。今回はボトム編とトップス編で第2回に分けてご紹介させていただきます。それでは早速、本日はパンツを4肩、そしてスカートを1肩ご紹介いたします。まず初めにご紹介するのがこちらのフリージパンツでございます。こちらは2本の古着のデニムを1着に再構築した77サーカの代表的なモデルフリージパンツでございます。こちらですね、一度デニムパンツをの内股を解体いたしまして、こう左右また異なるデニムを合わせて作られております。こう一着一着やっぱりこう経年変化があるデニムなので、パンツのポケット部分も全て取っておりまして、こう色のコントラストが見えるようなデザインになっております。そしてこの裾の部分なんですけれども、こう片方をフリンジ仕様にして、もう片方はこちらカットオフの仕様になっております。こうちょっと左右非対称というところで遊び心があるデザインになっておりまして、こう77サーカのデザイナーさんが1977年生まれということで、こう70年代のちょっとこうヒッピーなムードから着想を得たデザインとなっております。こちらのフリージパンツに関してなんですけれども、内股のみを解体して、パンツのこちら渡り部分は変更しておりませんので、少しこう左右の個体差がある仕様になっております。フロント部分はジップ仕様になっておりまして、こちらインした時もボタンがないことでスッキリ見える、ちょっと現代的なデニムパンツの解釈となっております。一つ一つ本当にこうアソートで、デザイナーさんが直接こう一着一着の組み合わせを実際に組んでいただいております。でその中でこう左右の色味のトーンだったりを合わせております。こちらのお色展開はインディゴとブラックの2色展開でございます。ブラックに関してはこちら後染めになっております。そしてサイズ展開なんですけれども、ウエストは26インチと28センチ、そしてレングスはいずれも100センチとなっております。こちらの渡り部分の大きさは異なるんですけれども、ウエストとレングスの長さは揃えております。続いてご紹介するのがこちらのフレアパンツでございます。こちらも同じく2色展開でございまして、デニム生地をまたこう付け加えて一手間施しているフレアパンツでございます。こちらシルエットといたしましては、先ほどのデニムパンツよりも少し太もも部分は細身になっておりまして、こう足首の上の部分からフレアのシルエットになっております。そして裾の部分は先ほどと同じくフリンジ仕様とカットオフ仕様になっております。こちらもサイズ展開は26インチと28インチ、いずれもレングスは100になっております。そしてこちらのデニムに関しましてはサイズの個体差がございません。ちょっとそのデニムによっては経年変化の程度が異なりますので、こう履き心地であったりというのは一つ一つ変わってきます。続きましてこちらスリムデニムでございます。はい、その名の通り先ほどとまた違うスリムなシルエットのデニムでございます。こちらも
フレアのデニムと同じで、この内股からつま先の部分まで一度解体をして、シルエットを変えて再構築したデニムでございます。こちらに関しましては、足首にかけてとてもすっきりとしたシルエットになっておりまして、デザインは同じくこちらフリンジとカットオフ仕様になっております。そしてこちらもサイズ展開は26インチと28インチ、いずれもレンズは100となっております。こちらもまたこう全て再構築しているデニムでございますので、サイズの個体差はございません。まあ、すっきりとしたシルエットなので、少しこうきれいめするようなデザインになっております。こちらもインディゴとブラックの2色展開でご用意しております。はい、そして次にご紹介するのがこちらのウエスタンフレアパンツでございます。こちら私も一押しの一点なんですけれども、先ほどはこう左右に異なるデニムパンツを2本ドッキングしたデザインだったんですが、こちらは上下に2本のデニムをつなげて作っているデニムパンツでございます。そしてこのポケット見ていただくと分かるんですけれども、この後付けでポケットが1つついておりまして、こちらの生地に関しましては、ボトム部分にあるデニムの生地を使用しております。また後ろもこちらのヒップポケットも付け加えておりまして、こちらもボトムのデニムを使用して作っております。こちらのパンツのポイントといたしましては、膝にくるこちらのカットが V カットでウエスタンらしいデザインになっております。そしてフレア部分も先ほどのフレアパンツよりも少し広がりがあるデザインになっております。こちらはフリンジではなく、裾も左右カットオフの仕様になっております。こちらのサイズ展開は28インチと30インチ、そしてレングスはいずれも100となっております。結構インディゴはこう色の結構コントラストがはっきり出ているんですけれども、ブラックだとより馴染みがいい仕上がりになっております。そしてこう色の組み合わせなんですけれども、濃いお色がこう下に来るようなデザインになっております。こちらも一つ一つ、デザイナーさんが組み合わせを考えて作られております。続いて最後にご紹介するのがこちらのスカートでございます。今私も実際着用しているんですけれども、こちらもデニムパンツを2本合わせて作られたスカートでございます。こちらのデザインといたしましては、少しタイトなシルエットになっておりまして、裾にかけてこう後ろに大きなスリットが入っておりますので、足さばきはしやすいデザインになっております。そしてこちら2本のパンツをつなぎ合わせているのですが、後ろのスリット部分のみ新しいこうデニム生地をつなぎ合わせて、より快適に履きやすいデザインになっております。そしてこちら、ジップが後ろについておりまして、前はすっきりとしたデザインになっているんですけれども、まあ、こうポケットの位置はちょっと変わってしまうのですが、コーディネートの仕方といたしましては、ジップを前に着用していただいても、サイドに持ってきていただいても自由に着ていただけます。こちらもインディゴとブラックの2色展開でございます。サイズといたしましては28インチと30インチでご用意しております。丈は私162センチなんですけれども、フルレ
長さでございまして、ベルトループもそのままついておりますので、こうちょっとハイウエストに履いていただくととても可愛く着ていただけると思います。今回のボトム編いかがでしたでしょうか。こちらのイベントは8月29日まで開催しております。ビームスジャパンでは代引き通販とウェブ決済も可能でございますので、ぜひお気軽にお電話にてお問い合わせください。そしてもしよろしければチャンネル登録と高評価ぜひお願いいたします。本日もありがとうございました。